はい、どうも皆さん。ユッキーでございます。最近、ね、もう11月11日と、ポッキーの日ですけども、まあ非常に1ヶ月前とは、20度ぐらい、最高気温が下がった、ということで、俺も、風邪をひいて、もう一ヶ月ぐらい経つんですけど、治んないです。治んないですよね。まあ多分原因は確実にあれですね。ドラクエウォークを一日3時間から今日9時間ぐらいやりましたからね。今日9時間ぐらいやった気がするな。で、裏技です。主に粉薬を飲むときに、むせてしまうというものがありますが、36度6分です。ね。こういった微熱の時は、まあ、大体カッコン糖とかってあるじゃないですか。こちら。クラシエのカッコン糖。まあ、処方箋でも出されるんですけど、これを、この粉薬、一般的に粉薬といったやつを、むせないで飲む方法を、ご紹介します。まずは、水を用意します。そして、最初に粉薬を口の中に入れるのではなく、最初にこっちを入れます。大体口の、普通の、まあそこそこ、口の中にまあそこそこ入れるんですよ。そこそこ。うん。口いっぱいじゃなくて、そこそこ、半分ぐらいの。うん。うん。これです。特にこちらのカッコン糖とかのパターンでいくと、完全なる粉末のパウダー状ではなく、微妙な顆粒状となってます。これが一番、喉に使いやすいというか、むせやすい。俺も結構むせるタイプなんですけど。最初に水をそこそこ含んだ後に、粉薬をバーッと入れて、で、その後に、水と一緒にまた、飲むんです。これを。一緒にこう。とすると、ほぼ 100%。これおばあちゃんとか特に、お年寄りの方は、覚えた、教えてあげた方がいいです。くそ。全然、あれだ。これ処方箋でもね、これね、カッコン糖出してもらったんですけどね、全然治んないですよね。うん。第2類医薬品ですからね、これね。風邪の引き始め、頭痛、肩こりって言うんですけど、全然咳が治んない上に、体の節々が痛いのが全然治んない。咳と痰がね、治んないんです。まあ、ということで、今日はポッキーの日なんで、俺が一番大好きなポッキーは、ポッキーっていうか、まあ、ポッキーじゃねえな、あれ、プリッツですね。トマトプリッツが一番好きですね。ポッキーだったら普通のポッキーも普通に好きですけど、極細ポッキーとかも好きですけどね。まああんまりチョコレートは、カフェインアレルギーになってしまったんで、あんまりチョコレートはね、取れない。ホワイトチョコだったら取れるんですけどね。ホワイトチョコはカカオ、カカオ、いわゆるカフェインが含まれてるのカカオマスっていう、まあカカオなんです。ホワイトチョコレートあれカカオ入ってないんで、大丈夫です。うん。ということで、裏技でした。皆さん、バイビー。